静かなる防衛の時間です。参院選、与党圧勝、与党は圧勝しました。まあ、自分の住んでる地区でも自民党が勝っています。自民今後やはり風は安倍政権に向かっているでしょう。それで日米の同盟の枠組みが今後どうなるか、トランプ大統領が今現在有事の際、日本も戦うようなことを言ってますが、ここはまだわからない部分です。安倍政権も正式に言われているようなことは言われてません。秘密裏に始まっているのかもしれませんが、一番気になるのはここですね。アメリカの有事の際、一番危ないのはやっぱり中対の対立でしょう。ここにアメリカが力を貸しています。中国は阻止しようといろんな策を練ってくるでしょう。今一番喫緊で危ないかなと感じています。米中の問題も含まれてます。やはり 5G 今後鍵を握るでしょう。 5G をどちらが取るかにより有利性は格段に変わってきます。中国も中国もアメリカもこの IT 戦略で有利にことを進めることができます。皆さんは知らないでしょうが、もしかすると全ての情報を取られているかもしれません。
やはり一番いいのは日本製を使う、日本製品を使うことが一番安全かなと考えます。すべて中タイの対立も気になるのですが、日本と韓国の問題も またより複雑化してきています。日本はただ輸出のホワイト国をやめただけであって何も言ってないんですが、韓国の方がより周到に反日を掲げてきます。自分の近くでも韓国便が中止になったり、運用中止ですね、そこまで来ています。まあ日本がしているわけじゃなくて韓国が勝手にしてるんですよね。もっとうまくいけばいいのですが、なかなかこじれた話は元に戻らないという感じですね。韓国の体制が変わらない限りは日本は今のまま進むでしょう。より与党が圧勝したことで進んでいくと思われます。それに防衛費も徐々には上がってるんですが、やはりもう少し防衛費に増やしてもらえると防衛力強化につながっていきます。なかなかこの極東アジアを取り巻く環境は年々複雑化していっています。今後沈静化できればいいのですが、それもまた難しいと考えます。与党圧勝、安倍政権の地盤は固いですね。今日のご視聴ありがとうございました。